皆さんこんばんは。こんばんは。5月17日水曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは、キャスターの八重貴です。はい、チーム沖縄の浅藤です。よろしくお願いします。はい、はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。で、ですね、はい、早速ですが2点、はい、お知らせがありまして、1点目、はい、まあ、お分かりのように、佐久間さんがちょっと、ね、まあ、ご多忙につき、ちょっと本日参加ができないということで、はいはい、今日はひげが1人少ないです、はいはい、ということです。で、もう1点が、まあ、イベントのお知らせとなります。はい、はい、5月21日日曜日、今週の日曜日なんですが、はい、14時からコザミュージックタウンにて沖縄祖国復帰記念51周年の音楽フェスティバルが行われます。はいはい、で、まあ、ポスターを見てあれって思う方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まず僕らの、はい、よく知ってるピエロが、そうですね、僕らの共通の知り合いのピエロが司会ということで司会をしますね。ピエロのファンキーさん司会で、で、自衛隊の、はい、山口彩希ちゃんと自衛隊の第15旅団第15音楽隊の、まあ、コラボでやるのかな、多分。そうですね、前回はそうでしたね。はい、で、あと中城五三丸太鼓、はい、ここもパフォーマンスすごいですからね。はい、かっこいいです。で、記念講話で中村悟さんが行われるということで、はい、講話があるということで、はい、まあ、お時間ある方はぜひとも51周年楽しいイベントで、まあ、政治集会ではなく、やっぱり純粋に復帰の51周年をお祝いしようというイベントなので、まあ、まあ何か楽しいことをしたいなっていう方はぜひとも来て、一緒に51周年をお祝いしましょうという、はい、明るいイベントですね。ぜひ多くの方のご参加をお願いいたしますということです。はい、はい、まあ、駐車場もあるんですけども、まあ、なければ周りにも別の、うん、そうですね、パーキングもありますので、はい、その辺もご利用いただきながら参加していただけたらなと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃ、それでは本日のテーマを紹介させていただきたいと思います。はい、本日のテーマ、秘宝辺野古移設反対署名、県内からわずか2万筆。はい、もう出落ちですけど秘宝ですよ、秘宝。はい、まあまあまあ、ひとまずじゃあ記事の紹介をしましょうか。はい、よろしく。画面を切り替えていただいて、はい、2023年5月11日琉球新報さんの記事からの一部抜粋になりまして、新基地反対、22万筆集まるも県内はわずか2万筆、オール沖縄会議、県民に協力呼びかけ19日まで、となっております。辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議は9日那覇市で会見を開き、新基地建設断念を求めて呼びかけている国会請願署名が同日現在で22万3212筆集まったと報告した。6月上旬の国会提出を予定しており、19日の締め切りに向けて多くの県民の署名を呼びかけている。署名の内訳は県内2万7319筆、県外19万5893筆、昨年の知事選で、玉城デニー知事が得た票数と同じ34万筆を目標にしているが、氏名や住所を明記する必要があるため、県内では趣旨に賛同しても署名をためらう事例もあるというということで、以下略ですね。はい、はい、ありがとうございます。もう超秘宝ですね。そうですね。というか、もう秘宝ってこのタイトル確実に煽ってるんですけど煽りにしか見えないんですけど、はい、まあ、目標がね34万筆に対して今22万筆ぐらいですってことで、うん、約17万筆ぐらいですか。そうですね、うん、まあ、総数はまあいくのかもしれないですけど、うん、比率ですよね、これね、やっぱり、はい、うん、でですね、これちょっと確認してみたんですけども、沖縄県の統計資料ウェブサイトっていうところがありまして、はい、そこで人口4月1日時点のものが146万2871人、うん、これもお子さんとか
も含めてですので、なんですけれども、で先ほどニュース記事になりました沖縄県民の署名数が27,399筆ってことですので、まあ、これを割ると 1.87% と、そうですね、なります。で、まあこの 1.87% というともう以前の消費税よりも低いというところもあるんですけども、まあ、そうですね。でこれを見て、ね、人によってはもう、ね、沖縄県民は反対してないんだみたいな、まあまあそう言う人もいるんですけども、いるでしょうけど、まあかなとは、まあ、単純にその反対している人がこれしかいないってわけではなくて、一応まあ記事内にもあった通り、あの趣旨には賛同するけどちょっと名前を書いたり住所書いたりっていう署名をするっていうのは、まあちょっとある程度ハードルっていうのはやっぱりあるんですよ。以前、まあ、僕もあの辺野古移設の推進の署名活動っていうのをまあやってて、まあ、県庁前とかでよくあの、まあ、手伝ってあの署名呼びかけとかしたんですけど、あの、まあ、いろんな人はいましたけど、やっぱりちょっと書くのはちょっとハードル高いっていう人もやっぱり中にはいましたし、で、まあ、辺野古署名でも反対だと思ってくる人もいたんですけどね違いますよと、それは違いますよとちゃんと言って、これは推進の署名をやってますっていう、推進で賛同いただけるなら署名してくださいってちゃんと言って、あ、まあじゃあつって書いたんですけどまあいろんな人がいるので、で反対しててもそこまではちょっとっていう人がいるのはいることとして、ただどう考えてもその熱量というか、本気で反対したくて何が何でもどうしても阻止したいっていうのであれば署名した方がいいですよって思うんですけどね。だからある程度その基地反対派のこのオール沖縄の勢力としては力が衰えてるっていうのは、まあ、前々から選挙のたびにこの首長選取れてなかったりとかっていうのがあるので、やっぱり失速はだいぶしているっていうことはここからは伺えるのかなとは思いますけどね。そうですね、やはりここのまあ一部ではね、やはり 1.87% ってだいぶ低い数値だからっていう見方をする人たちもいるんですけども、やっぱ、ね、みんなみんな、ね、賛同してできるわけではないっていうのはまず1点ありますし、また玉城デニー知事が得たあの選挙で得た票数分に対してすごい少ないじゃないかという方もいるかもしれませんけども、反対だから玉城デニー知事に入れたわけではない人たちもまたいるのも事実なんですよ。まあまあ、玉城デニー知事が DJ だった部分もあるじゃないですか、ラジオ。もともとあの沖縄のタレントさんでもあるし、まあ、正直あの政治思想とか抜きにすればなんか優しそうなおじさんに見えたりとか、ちょっといい人そうではあるので、まあまあそれだけで入れるのはどうかなとは思うけど、実際それで入れる人も結構多いですからね。また選挙に行くような年代の人たちが共同玉城デニー知事と同じ年代だったりとかもするのも理由かなと思ってて、余計にそうするとあ、ラジオで聞いてた人だとかテレビで見た人だってなるのかなと。だからそうですね、反対派かどうかっていうのと、あと玉城デニー知事の人気があるかないかっていうのはまあ別の話だったりもするし、それがまあ投票行動に直接どれだけ影響するかっていうのは測れない部分はあるんですけど、やっぱりまあイメージは確かに一般の方からしたら、僕らからするといろいろ疑問を感じることは多いですけど、そこまで考えてなくてこうふわっと候補者を見たときに、やっぱりイメージいいのは どうしても玉城デニーさんの方がパッと見のイメージはやっぱりいいのかなっていうのはちょっとありますよね。やっぱ笑顔とかの姿とかを見ると、やはり、ね、女性から見たこの受けもいいのかなっていう、まあ、男性の僕らから見てもまあ優しそうには見えるよなとは思う部分もあったりするので、まあ、それを考えたらやはり見た目って結構、そうですね、ウエイトを占めてるのかなとは思う部分。直接こう顔を合わせてこう話をしたり握手したりとかっていうのがあると、やっぱりちょっと人当たりがいい感じの人だとは思うんで、まあ、それも政治家には必要なところではあるんですけどね、まあ、中身スカスカだと意味ないんですけど、まあでもそこは武器の一つではあると思うんで、あの、まあ、デニーさんに対して疑問を持っている人はなんで
票を入れるんだと思うかもしれないですけど、やっぱりいろんな要素があっていろんな投票構造というのがあるんで、まあ、直結はしてはないですね。ただオール沖縄の勢力としてはやっぱりかなり衰退というか力を衰えているなっていう、その、まあ、だいぶ風が吹いた時とは状況も変わってきているし、うん、っていうのはまあ一つここからは伺えるのかなっていうふうには思いますけどね、うん、でやはりこの、まあ、いろいろなやり方といいますか、いろいろな、ね、手段で危機反対を彼らは訴えてきていて、その中でやはり何でしたっけ、あの投票もあったじゃないですか。ああ、そうですね、うん、住民投票をやりましたよね、まあ、ありましたよね、うん、まあ、それとまたこれは、ね、剥離してるじゃないですか、うん、それを見てあれ影響力下がったのかって一概に思ってる人もいるかもしれませんが、うん、先ほど朝さんが言ってくれたように書くのがハードルとしてあって、うん、まあまあ、投票は無記票で、うん、ね、無記名でできるから、だから入れやすかったっていう心のハードルが低かったっていうのも、うん、理由かなっていうところも巻いていかないといけないのかなと、ね、あと、まあ、住民投票の時はあの県が条例を作って県がその、うん、まあ、広報とかを、まあ、してっていうのもあるの で、うん、で今回のそのこの署名に関してはさすがに県は関わってないはずなんで、うん、できるわけがないですから、ちょっとそのあたりの違いはあるとはいえ、でも相当やらかしてますねこれは、うん、あの大丈夫って逆に心配になるぐらい大丈夫ですかっていう、今までは県民投票でこんだけ取ったんだって言ってたものが、うん、いやいや署名でこんだけしかいないじゃないかっていう、そうそうそう、切り返しになってしまうという、そうですね、状況ですからね。であのタイムスさんの記事であのちょっとあの記事の方には起こしてないんですけど、この実行委員があのそう久々にあのお目にかかりましたねっていう、あの稲嶺進さん実行委員長として 元名護市長の稲嶺進さん、あこんなところにいらっしゃったんですねみたいな感じで、あお元気そうで何よりですって感じなんですけど、あのちょっとなんか記者会見をしてたようで、なんかその中で出てたのが、ですね、こう関心が低下したと誤解されるという懸念みたいな話をされてるんですよね。この票数で、まあ、やっぱりその自覚はあるんだなっていうのがちょっと伺い知れるんですけど、この票数を見てこの全権的な盛り上がりではなくてその反対してる人が少ないんだっていうふうに誤解をされる、誤解とも思うんですけど、誤解みたいな、うんうん、まあでも、まあ、こう言わないとしょうがないんでしょうけど、誤解されると、まあ、その懸念しているっていうところは表現はあれとしてちょっと自覚はあるんだろうなっていうところですね。であとこのタイムさんの記事のちょっと面白いのがですね、この自民党系の県議の人にちょっとインタビューをしてコメントを取ってるんですけど、辺野古一辺倒の政治主張は県民の実生活に寄り添ったものではないということだっていう、この県政野党の自民党県議の指摘と、署名数のこの低迷は辺野古新基地を争点とする今後の主要選挙の行方を決定づけるものではないとしつつも、オール沖縄の運動力が衰退している現実を表していることは間違いないと、北総演だって書いてあるんです。北総演だ、うん、書き方っていうね、なスタンスがダダ漏れですねっていう、ちょっとここがね、あの面白いなと思ったんですけど、まあまあでも、まあ、それぞれの立場からどう見えるかっていうのはやっぱりあるとは思うんですけど、うん、ちょっとね、あの短絡的にこうだって決めつけるわけじゃなくて、まあ、いろんな要素はあるんだろうなっていう、ただそれを加味してみてもさすがに衰退はしてますよねっていうことはあるし、うん、あとまあ反対の人でも名前書いて住所書いて署名してっていう、多分以前よりはそこまでの熱量がもうない、うん、反対ではあってもっていう、その熱量が下がってるんだろうなっていうことは伺い知れるかなっていうかなっていう感じはしますね。ここから読み取れることとしては明らかに、まあ、その程度がどうかは分かんないですけど、うん、やはりこの、まあ、朝さんが言ってくれてるように熱量がないって言ってますように、
この今回の署名って僕このニュース記事を見て初めて、あ、署名してるんだって、まあまあ知ったんですよ。正直な話、僕もあのツイッターランドで知りました。もうあ、してたんだみたいな。もう先ほど話出たように、うん、あの県民投票の時は県が候補としてやっていたから認知がやっぱ広かったっていう、まあね、県がお金を出してたからできたって部分と、うん、まあね、この力関係といいますか、そういうところが変わったのかなとは思います、ね。まあ、勢いとかもあったですからね、うん、その時はまだまだ、うん、でまたそれから、まあ、ウクライナとロシアの件とか、まあそうですね、まあ、いろいろ情勢がいろいろ変わってきたっていうのも、うん、もうあって、まあ、いろいろ重なって、本当に物価高とかいろいろのもので、うん、いや反対だけじゃなくて経済も見ようよっていう人たちも増えてきたっていうのも現実的なところなのかなと思って、まあ、そこが関心がないって言われたくないみたいな部分に含まれてるのかなと思って、うん、まあまあそうです、辺野古反対だけでも経済が先だからって思ってる人たちがいるでしょうみたいな、うんうん、友達にそれを言ってるのかなとは思いましたし、まあ、ちょっとまあ僕の実感としては、あの反対の人はやっぱりそれなりにいるとは思うんですけど、うん、反対派の人が言うほどはいないし、でいてもそこまでの、だからさっきの熱量の話ですけど、実はふわっと反対とか、うん、まあ、あのマスコミの報道の影響とか、うん、あと、まあ、昔からあの米軍側のいろんなやらかしもあったりとかっていうのは確かにあるんで、事件事故も含めて、あの、まあ、それを全てその米軍が本当に悪かったかどうかっていう個別のあれはあるんですけど、うん、やっぱりイメージとかもあるじゃないですか、うん、昔本当にむちゃくちゃなことやってたっていうイメージもまだ残ってはいるんで、そこの辺 の、 その反発心とかなんとかっていうのをまあくすぐられてはいるから、まあ、選挙となったり、まあ、何かがあった時はやっぱりこう反対の熱が上がったりとかって分かるんです。それはあるだろうなっていう、うん、あの、まあ、米軍基地今のところは容認で必要だと思ってる僕でもやっぱり許せないことは許せないし、何でもやっていいわけじゃないんで、まあまあそういうところも、まあ、複雑ないろんな事情がありつつではあるけど、でもぶっちゃけそこまで興味ない人の方が本当は多いんだろうなって僕は思ってるんですよね、うん。やはりもう自分の生活だけで手一杯という人もやっぱいると、うん、やはりここまで関心を持てない、うん、まあ、だからまあいろんな要素がある中で、じゃあ反対だとしてもそのウェイトがどこまでなのかっていう、うん、っていうことがありますよね。だから政党としての票数で見れば実は自民党が一番票を取っていたりとかするんですよ、沖縄でも、うん、そうですね、そう政党別で言えばですね。だからその辺がちょっとね複雑なところではあるんですけど、まあね、逆になんか反対派の人たちいいのこれでっていう、やらん方が良かったんじゃないって気はしますね。なんかスタッフさんもさっきそんな話してましたけど、うん、完全にやぶへびじゃないですかっていう、うん、またこのニュース記事見てると19日に締め切りでってことで、うん、多分締め切り前にみんなやってっていう呼びかけのために出したんだろうなとは思うんですけども、まあ、そうですね、よく出したなって気もするんですけどね、うん、でまた6月上旬の国会提出を予定しておりって書いてあるので、うん、多分19日に締めてまとめて6月には出すっていうつもりで、うん、そうですね、予定を組んでやってるんだと思うんですけども、だからそこまでの追い込みでどれだけ伸びるのかなっていうところはちょっと一つポイントではあるんですけど、うん、まあ厳しそうな気はしますけどね、ここからどうなんだろう、ちゃんと記事にもして出した上で、うん、それでもどんだけ来るか、それでいや、やっぱり自分らは反対だからって証明する方がどのぐらいいるのかなっていうところもなってくるのかなと、うん、まあ、またこれってあのリコールとかの場合は選挙権がある人だけとか制限があるじゃないですか、うん、この場合多分ないんじゃないかなと、はい、まあ、多分ないと思いますよ。お子さんとかの分とか、まあ、家族で書く人は書くだろうし、うんうん、で考えたら、ね、リコールよりハードルは低い感じでやってるんじゃないかなと思うんです。またリコールの場合はその地域だけじゃないですか、その対象の人も、うん、これは県内と県外で分かれてますので、うん、いや沖縄県の声を届けるというんだったら県内だけにしとけよとは思うし、まあまあ、でも国会に出すものだから、まあ、全国でっていうのはまあ分からなくはないですけどね、うん、ただその中での県内の比率がこれっていうのはちょっとまずいんじゃないですかっていう感じでは思いますね、うん、だって推進派で署名集めるとしてこの同じ数字だったとしたら僕愕然とすると思いますよ。
相当焦りますよ、うん、やばみたいな。でもこれを見ると逆に言えば、全国で頑張って辺野古反対してるのが22万人しかいないっていうことにもなるんですよね、まあまあ、署名までするような人はってことですよね、うん、ていう。だから、うん、言い方悪いですけど、自分らの力を見せてしまう、そうね、ところもあるから、ちょっと本当にヤブ&ヘビですね、うん、っていう感じがするんですけど、オウンゴールと言いますかそうですね、本当によく出したなって気がしましたし、で、うん、まあ、あのツイッターで見たって言ったんですけど、あのひろゆきさんがね反応してツイートしてましたけどなるほどひろゆきがまた食いついとるでっていう。でもな、まあ、実際辺野古に行った時ほどのバズりではないんですけど、でも160万ビューですからね、すごいな、すごいですね、やっぱ知名度ある人が書くと。 いつ出されて、影響力が、ですね、5日前か、違うか、うん、そうですね、5日前、収録日時点から見て5日前のツイートですね。そんな短時間にそんだけ見られるんですね、うん、そう、すごいっすよ。なるほど。いいねが9413。まあでもなんかそこまではその連ツイとかしてたりはしないんであれなんですけど、うん、でもまあそんだけの人が見てるってすごいなっていう、うん、まあいろいろ思うところあります。まあでも材料としては反対派の人にはちょっときつい現実が突きつけられてるなっていう、うん、そう、なかなか、まあ辺野古の工事も進んだりとかしてな、諦めてる人もいるのかもしれないですけど、あの、そうですね、本当に署名でどうにかなるのかなっていうのはちょっとまあ別として、もう一つ言うとしたら、真面目に反対する気あるんかなっていう、ちょっと僕はそこも言いたいなっていうもうちょっと真面目にやればっていう、いろんなことを見て本当に思うんですよね、反対派の人、あの、ね、あの工事を妨害したりとか、なんかいろいろ座り込みしたりとか、まあ、座り込みするのもいいですけど、本当にそれで撤回に追い込めるんですかねっていうのはちょっと疑問なんですよね。だって、あの推進派の人はその普天間の危険性状況であったりとか、安全保障上やっぱり必要だから、そこに、うん、まあ、もう推進して移設を、まあ、ぜひやってほしいというよりは、まあ、どっちかというと容認というか、まあ、しょうがないよねっていう考え方じゃないですか、うん、でどっちが正しいか間違ってるかは別として、で反対だとしたら、その、まあ、軍事的に、まあ、彼らの言ってることを見るとそこまで重要じゃないはずだとか、別に沖縄になくてもこの海兵隊の機動力で考えれば、うん、別に沖縄にある必要はないとかっていう、まあ、いろんなことは言うんですよ、まあ、それの個別に反論するのをどうするかっていうのはまた別として、で彼らの論理からすると、じゃあ政府がそこに持ってきたい、どうしてもこれを、うん、移動させたい理由、辺野古にしたい理由って本当の目的って何なんですか、本当の理由って何なんですかっていうのを突き止めた上で、まあ、利権なら利権でいいですよ、そういう利権があるという、うん、ふうに見立てて、そうだというのであれば、その利権の方を何とかしないと解決しないはずなんですよ、うん、だからなんでそこに行かないのっていう、解決する気あるのっていうところが僕はずっと疑問なんですよね、うん、だから政府の言ってることは詭弁であったりとか、その推進するためにそういう、まあ、政府が言ってることが詭弁だと向こうからしたらそう見えてるわけですよ。そうですね、うん、で政府の言ってる理由は、まあ、詭弁であってごまかしであって、その無理くり理屈をつけて強行しているっていうふうに向こうから見えてる、それは構わないんですけど、うん、だとしたら本当の理由とかその目的とか、なぜそうなってるかっていう構造だったり原因だったりを突き止めて、そこを何とかしようってしないと変わるはずないんですよ、民意だ民意だといったところで。だから一つ、だから本当にあのよく、あのじゃあ別の代替案を出せっていう話されたら、いやそれは政府が考えることですからって言うんですけど、もうこの段階に来たら、あなたたちが別の代替案で、じゃあ米軍も了承できそうなところを代替案を出して、そこで交渉しないと動くわけがないでしょって思うんですよね。だからそこまでやらないってことは本当に本気で反対する気あんのって逆に思いますけど、もっと真面目にやってくださいっていう、まあ、
まあ、その真面目にやってる人たちが少なくなってったからこうなってった、まあ、真面目にやってる、真面目にやってるつもりなのかもしれないけど、うん、ずれてませんかって思うんですよね。それで本当に解決できるのかなっていう、ちょっとそこは疑問ですね。本当に反対派の人に聞いてみたいです、その辺どう思ってるのか。このニュースから見えるところで言うと、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、うん、まあね、沖縄県民の人で入れてる人が少ないから沖縄県民の反対派は少ないっていうのも違うし、まあまあ、まあ、単純にそうではないよっていうこと、っていうことと、うん、玉城デニー知事の時と全然あの、ね、選挙結果ね、ちょっと剥離してるって言っても、うん、デニー知事の本人の人気があったっていうことも踏まえて考えないといけないよっていうのはあるので、うん、誤解はしないでいかないといけないのかな。あと県民投票もこれは無記名だったからこそ、リスクが少なかったからこそできたことっていうのもあるっていうのも考えていかないと、この数字だけが一人歩きしてやると相手からしたらただ反感買うだけです、まあ、反感も買うし、うん、うかつな決めつけをするとこっちはこっちでその足元救われるんで、うん、まあでも確かに影響力が低下してますよっていうのは確実に言えることではありますよね。わかりました、はい、じゃあ本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。